カンキッチン第15回、今日のゲストはナナです。お願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。見てもらったこととかって、あ、めっちゃ見てました。あ、本当。はい、ありがとうございます。今回呼んでいただけて、はい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回のオーダーは七色のリンゴ酢豚ということで、はい、はい、これは酢がめっちゃ好きなんですよ、うん、なるほどね。だからちょっと今回これで、うんうん、ってことはじゃあこの番組のためにイメージしてくれたお料理。あ、そうですね。そうです。なるほどなるほど。これリンゴ入れるのは珍しくないですか。でも珍しいです。パイナップルじゃなくて、はい、うん、のそれどうなのか楽しみですね。なるほど、はい、うわ、唐揚げの話してたら唐揚げ食いたくなってきちゃったな恋愛とかはどんな感じ。恋愛ですか。恋愛系は。やっていきたいと思います。お願いします。酒と醤油。うん、生姜は多めの方が美味しそうですね。そうだね。そんなことないですかね。いや、多めでいいと思いますよ。もうそれは奈々ちゃんのあのイメージしてる。あ、OK です。え、これちなみにぶっつけ本番的な、ぶっつけ本番的な感じだよね。はい、作ったことない。酢豚は作らないですね。基本あんま作らない。作らないですね。難しい。あんま作んないな。でもあれだね、こうパッパッパッといい感じで視力がいいね。あ、そうですね、うん、メニュー見せてくれてたら分かりやすいです、ね、うん、あ、でもその辺もあるかもね。もしかしたらそのサッカーやってたあれで動体視力とかはあー、なるほど、うん、確かに。そこ見ながらっていうのが、そういうことですね。確かに見ながら、うん、他のこと考えるみたいな。そうそう、そういうの早そうなイメージだね、今のは。確かにそれはちょっとサッカーで鍛えられてるかも。あ、本当。知らないです。ちなみにサッカーやってたのっていうのはいつからいつぐらいまで。小1から中3までやってましたね、うん、ポジションは。ポジションはだいたい左サイドハーフでしたね、うん、おー、なるほどね。僕はね、あの新宿区のクラブチームで小学校3年から6年生までキーパーやってた。あ、うん、キーパーやってたんですか。キーパーやってた、キーパーやってた。ぽいですね、キーパーっぽいぽいでしょ、はい、ちょっとそうそう。新宿区ではね、一番強いチームだったんだけどね。いや、そうなんですか。でも都大会とか行くと、そのクラブチーム、要は読売とかさ、はい、あれのクラブチームとかと当たるともうボロボロに負けちゃうから。やっぱそうですよね。そういうサッカーやってたのは地元の地域のチームでやってたんだ。学校とか地元の学校であったりとか、クラブチームみたいな、海南のクラブチームみたいなとこであったりしてましたね、うんうん、女子サッカーも行ったりしてましたね。あ、女子だけのサッカー。あ、そう、結構そんぐらい人口いるんだね、女子だけの。行ってますね、和歌山の全体でかき集めたら、うん、なるほど、割とチームは作れますね。やっぱなでしこジャパン以降は特に増えてったのかもね。そういう。あ、多分そうやと思います、ね、もうなんかなでしこジャパンになると思って。あ、そっかそっか、言ってたもんね。やってましたね、サッカーは、はい、一口大まずいっすね。これぐらい、こんなんでいいんですか。うん、いいよいいよ、全然いいよ。え、で、こうラップは何、興味というか、もともとは聞いてたんだけど。あ、そうですね、やるとは思ってなかったみたいな感じだったよね。あ、そうですね、高校の時は聞いてたんですけど、うん、全然。きっかけ自体は何なの。高校卒業してからですね、うん、ちょっと仕事向いてないなみたいな、なんかちょっとやっぱ自分の好きなことやりたいな、うん、みたいな思うようになって始めたって感じですね、うん、なるほど、はい、始めたって感じで、そのパッと結構すぐできたんだ、ラップは。いや、最初とかはでもめっちゃ、確か YouTube からフリートラック見つけてきて、うんうん、はいはい、もうただノートに書くだけみたいな、うん、まあ、もうそうだよね、最近はみんなそんな感じで、とりあえずラップを始めてって感じだもんね。はい、でそっからなんかそのいろんな人からの紹介で、うん、プロデューサーの人に会ってみたいな、うん、それでちゃんと作り始めたって感じですね。それで何、曲数でいうと何曲目ぐらいでこうしっかりこうやるようになったっていうか。曲数、いや、でもそんな作ってなんか、うん、3曲ぐらい、うん、サンクラに上げてから、うん、あ、でもすごいな、やっぱぐらいですね。とりあえず自分で作り出しても3曲ぐらい作ってってるぐらいの時に、ちょっとこう紹介してもらったりして。あ、そうです、そうです。で、お前、あ、いいじゃん、こうこうこうって、もうちょっとこここうしようよみたいな。え、そうです。そしたらもうラップスターファイナルまで行って行ってみたいな感じですね。ありがとうございます。すごい時代だな。熱いです、うん、リンゴも、うん、パイナップルと同じ大きさぐらいでいいよね、酢豚の。あ、そうですね、うん、
いやでもこうラップも結構オリジナリティがあるっていうか、うん、ああそうですか、ありがとうございます、うん、やっぱ今の時代さ、こうみんなうまいがゆえにこう違いを見せるのが難しいというかさ、あ確かにそうです ね個性っていう意味だ、はい、ちょっと質問していいですか、はい、うん、自分のフローを見つけるには、はい、まあ、自分らしさというか、あそうですね、うんうん、俺も友達に誘われて始めたからさ、あそうなんです、ね、イメージから入っちゃったから、はい、こういう感じでしょラップってっていう、そういう意味で言ったら、はい、あんまこう日本語ラップで参考にしたのとかも教科書がなかったから、あそう掘ってなくて、はい、オリジナル性っていう意味ではもともとちょっと癖があったとは思うんだよね、あ、はいはい、うん、でも今の子に比べたら圧倒的にみんな時間かかってたと思うよ、うん、あそうなんですか、うん、なかなか揚げ物とかあんまやんないでしょ、揚げ物やらないっすね、そうだね、あんまりおばあちゃんになんか油気をつけやなあかんねんみたいな、そうだね、唐揚げとかたまに作ったりしますけど、うん、ね、唐揚げうまいよね、めっちゃうまいです、うん、しょっちゅう最近やるようになっちゃったのが指を油につけてしまって、うわなんかそういう、そうそう、かっこつけていかにこう油を飛ばさないようにこう滑らかに入れるかみたいな、多分一人遊びしてるうちにジュワッてやってんだよね、うわそうそう、うわ、唐揚げの話してたら唐揚げ食いたくなってきちゃうな。もはや唐揚げだ。唐揚げめっちゃ食いたいですね。唐揚げだよね、これ。匂いはもう、うん、唐揚げですよ。炒めの方は得意？あ、得意です、うん、あ。じゃあ炒めはやってもらおうかな。はい、お願いします、うん。ご兄弟はラップについてこうどう？いやー、なんか、ま、妹は、なんか、私もやりたいみたいになってますね。おー、いいじゃん、いいじゃん。私もやりたい、いいね。はい、うん、玉ねぎ、ピーマンあたりから。いきなりこうつかぬことを聞いてしまうけど、はい、例えばその恋愛とかはどんな感じ？恋愛ですか？恋愛系は。恋愛、あ、うん、彼氏はいてます。あ、彼氏いてる？いてます。ああ彼氏もヒップラップやってたりしないの？ラップはやってないですね。うん、やってない。DJ はやってるんですけど。あ、でもやってんだね。でも、うん、なんか、うん、カップルっていうよりもうなんか兄弟みたいなノリになっちゃってますね。はいはいはい、あでもいいねそういう。でもあんま、うん、なんかあんま女の子っぽくないんで普段とかも、うんうん、だから結構恋愛とか結構不器用な感じですね。あ不器用なのは B-boy の証だからね、 B-boy B-girl、はい、このまた B-boy B-girl っていうのがほとんど死語みたいになってるらしいよ。言わない、はい、言わないでしょ、B-boy とか。言わないですね。はみたいな感じらしいよ、B-boy って。死後。恐ろしいことに。確かに B-boy、B-girl は言わないよね。言わないですね。もう死後みたいになってるらしいよ。はい、で、ここにさっき作ったもう一つのタレを。鮮やかですね。うん、おー、あ、でも酢豚の匂いしますね。うん、してきたね。めっちゃいい感じです。はい、はい、混ぜてもらっていいですか。はい、はい、また突っ込んだ話になるけど、はい、そういうプライベートでデートするときとかはもうヒップホップかけてる車でちょっとドライブしたり、はい、イオンモール行ったり。いやー、モールとか行かないですね、かないマジで。イオンモール行かない。もうなんか、サウナに行っちゃいますね。いいね、そっち系だ。サウナ行っちゃいけます。いいね、そっち系ですか。また、和歌山とか結構環境的にも良さそうだね。いいですね、めっちゃいいです、ね、おカラフルだね。カラフルですね。七色なんですかね、これ。あ、やべやべ色が。うん、なかなか七色なんじゃないですか。赤、緑、白、うん、茶色、うん、黄色、まあうん、ぐらいですかね。1、2、3、4、5、まあ7だね。まあ7ぐらいあります、ね、7ぐらいだね。ということで七色の酢豚完成です。
じゃあいただきたいと思います、はい、いただきます。いただきます。久しぶりにですね、酢豚。うん、うん、もうお米って感じだね、結構めっちゃ米食いたいですね、うん、めっちゃ美味しいです。うまい。リンゴの味もなかなか上出来なんじゃないですか、今日は。めっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しいね。じゃあ少し食べ終わってからコメント聞くんで、はい、ゆっくり食べてからいただきます、はい。このね、食いながら喋るの難しいよね、タイミングが。マジでマジで難しいです。毎回ね、やべえ入れすぎたとか、ね、ほんまに難しいです。うまくてまた入れちゃったってことが結構あるからね。めっちゃ美味しいですね。うん、普通に美味しかったね、はい、パインよりこっちの方がいいっていう人もいるんじゃない。うん、うん、美味しいです、うん、めっちゃ。いや、なかなかやっぱさすがスキルあるラッパーだっていうのを証明したね、このイメージだけで。そうですね、イメージでも、うん、イメージから持っていこうと思って、イメージだけでこうできるという。はい、いや、でも素晴らしかったです。ありがとうございます、まあ、そんなこう七色の光を大事にしている奈々さんとして、はい、これからどんな風にその光を伸ばしていこうかなという目標だったり。まあ、アジア、うん、進出したいです、ね、うんうん、日本とは限らず、日本を飛び越えてね、飛び越えて活動していくのが今の目標ですね、うん、はい、はい、まあこれだけ人をね引きつけれるようなラップをかませるフィメールなラッパーなんで、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります、はい、応援します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。